はい、今日はですね、海外で、両替の手数料を最安値にする方法というのを、ご紹介したいと思います。目次こんな感じでして、順を追って、説明していきますね。まず最初ですね、両替手数料は高いっていうところになります。ちょっとね、イングリッシュペディアっていうところのサイトから、ちょうど良さそうなデータがあったので、引用させていただいてるんですけど、ですね、為替レートが1ドル112.2円の時に、それぞれの、両替所で、どういうレートだったかっていう数値になります。で、これ私の実感からしても、非常に、現実味のある数値だなと思ってまして、上から順に、だんだん高くなっていくんですが、街の両替所っていうのはやっぱりね、一番安いですね。もう感覚的にそれは間違いないですね。で、高いのは、やっぱりホテルとか、銀行とかですね。あと空港も、これね、国によるんですね、実はね。国によるんですけど、基本的には高いですね。なんでかっていうと、飛行機降りてすぐ両替するのが空港なんで、みんなやるでしょうということで高くなってますですね。で、ここで注目していただきたいのがですね、為替レートが1ドル112.2円の時に、両替レートが1ドル131.52円だったとすると、この差額あるじゃないですか。これ21円差額があるんですけど、なんとこの21円というのは全部手数料なんですね。つまり、1万円両替したら、2100円手数料として取られてしまうという計算になります。これはね、かなり馬鹿にならない金額ですよね。おそらく海外旅行とか行って1万円だけしか両替しないっていう人なかなかいないんじゃないかなと思うんですよね。多分、安くても3万とか、場合によって10万円ぐらいする人がいると思うんですけど、10万も両替しちゃったら2万円ですからね。結構シャレにならないなっていう金額ですと。で、もうこんな高い金額じゃお話にならないので、今日はですね、本題になるんですけど、いかにこの手数料を安くするかっていうことになります。で、結論から言うと、ですね、海外キャッシングっていうのが一番お得になります。具体的に言ってしまうと、セディナカードっていうのがあるんですが、これの、クレジットカードなんですけど、これの海外キャッシングっていう機能を使うと、なんとですね、手数料と利息込みで0.14%程度なんですね。なので、5万円両替しても70円程度という感じで、もうほとんどね、もうただに等しいレベルですね。しかも、クレジットカードなんで、海外の ATM で使えるんですね。で、もう最近、どこの国でも ATM ってあるじゃないですか。それこそカンボジアみたいな、ちょっと発展途上国っていう言われるような国でも、結構あちこちに、ね、ATM があるので、はっきり言っても世界中どこでも使える技ですよというような感じになります。で、一応注意点としては、セリナカード OGU だとか、セリナカードというのは年会費無料なんですけど、セリナカードクラシックっていうのは年会費1000円かかっちゃうので、両替のためだけに使うんであれば、下げた方がいいですね。無料のやつの方がいいですということになります。で、このセリナカードなんですけど、普通に公式サイトから申し込んでもいいんですが、それだとね、あんまりね、お得じゃないんですね。なので、今回はね、無料申し込みでお金ももらえちゃうっていう技を合わせて教えたいと思います。で、これが、ポイントサイト経由で申し込むと、ポイントがもらえるんですね。つまりお金がもらえるんですが、
まあ、例えばこれの例のようにですね、この時は、セデナカード自由団を申し込むと、なんと9000ポイントもらえると。まあ、つまり9000円ですね、もらえちゃうんですね。無料でカード作るだけですよ。で、お金がもらえちゃうという技です。で、一応ポイントサイトをご存じない方のために簡単にご説明するんですけど、ですね、まあ、ポイントサイトは何かっていうと、一言で言うと、広告主がお金を出して、で、ポイントサイトが、お客さんを集めているっていう仕組みですね。まあ、広告主が、広告費払いますと。で、ポイントサイトはじゃあ代わりにユーザー集めるよと。で、ユーザーじゃあなんで集まるのかって言ったら、まあ、カード作ってお金がもらえるから、キャッシュバックがあるから、じゃあ申し込めようっていう感じの流れですね。で、この仕組みのすごいところはですね、損する人っていうのがね、誰もいないんですよ。みんなが得するんですね。広告主はお客さん集められるし、ポイントサイトは、広告費が入る。で、ユーザーは、キャッシュバックがもらえて、なおかついいサービスが受けられるというね、もう三者三得の仕組みです。もうこれ考えた人ね、天才だなと思うんですよね。はい。まあ、というのがポイントサイトです。で、まあ、ポイントサイトの中でも、私がおすすめするのはね、ハピタスっていうやつですね。最近、出川哲朗とか、ユリアン・レトリバーとかが CM やってたりするんで、多分名前だけでもご存知の方いるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、実際、何なのよ、これって思ってた方もいると思うんですが、まあ、内容としては、まあ、先ほど説明した通り、ポイントがもらえるっていうような仕組みのサイトになります。で、これがですね、全然怪しいサイトとかじゃなくて、まあ、こちら見ていただくと分かるんですけど、大体3000サイト以上で提携してるんですね。で、具体的にその3000サイトで何っていうところなんですけど、まあ、例えば、食べログとか、ヤフーショッピングとか、まあ、アマゾン、楽天なんかもそうですし、じゃらんとか、ビッグカメラとか、あと旅行系もありますね。楽天トラベルとか、アゴダとか、エクスペディアとか。なので、ホテル予約でも使えるし、あとは、飛行機ですね。航空券予約でも、ポイントがキャッシュバックされます。で、ハピタスのポイントとは別に、クレジットカードのポイントとかもつくので、まあ、ポイントが二重取りできるっていうね、もう素晴らしい仕組みになってます。はい。なので、これをね、ちょっと使わない手はないかなと思いますね。で、コメント欄にも一応リンク貼っとくんで、よかったら見てみてください。で、じゃあ、実際にですね、海外キャッシングのやり方っていうところをですね、まあ、簡単にご説明します。まあ、まず海外にある ATM にセリアカードを入れて、お金を引き出すんですね。はい。で、もうこれはいつも銀行の、銀行の ATM からお金を下ろすのと同じ要領ですね。で、まあ、私実際にこれやってみて、ですね、これ韓国ですね。韓国でやったときに、レシートを取っといたんですけど、これがですね、一応最初にね、手数料とね、表示されるんですよ。まあ、3600ウォンなので、360円なんですけど、これただ表示されるんですけど、実際には払わないんですね。まあ、ちょっとこれなんかちょっとややこしいっちゃややこしいんですけど、まあ、払いませんと。で、次にですね、ウェブ上から、いろいろ確認ができるんですね。借りた金額とか、あと手数料っていうのが表示されていて、で、実際に、この時の、数値がこれなんですけど、利息手数料っていうところを見ると33円ってなってるんですね。この時3万円ほど下ろして33円なんで、手数料としては0.11%ですということになりまして、もうとんでもなく安いですね。はい。で、まあ、どうやってじゃお金返すのかっていうと、これもね、ウェブ上からお金返済できます。手続きする銀行っていうのを選べるんですよ。
で、これ今ちょっと表示されてないですけど、ほとんどの都市銀行で使えるので、まあ、例えば三菱 UFJ 銀行から返すよっていうのをポチッと押すと、もうウェブ上でね、返済可能なので、もう全く手間がないです。わざわざどっかに行ってお金返すとかっていうのはないので、超簡単ですね。で、まあ注意点としては、まあキャッシングなんで、毎日利息がつくんですね。なので、まあ一応早く返せば返すほどいいということなので、まあもし海外で、まあパソコン持っていく方とかであれば、まあもう旅行中に返すっていうこともできますし、まあ3泊4日程度の旅行だったら、まあ家帰ってから、日本に帰ってから返しても全然問題ないなという感じです。はい、ということで、非常にお得な裏技なので、もう使わない手はないなと思いますので、ぜひ使ってみてください。以上です。